皆さんこんにちは、杉下ひとみです。今日は1月12日ですか？はい、そうです。はい、ひとみさん誕生日おめでとうございますありがとうございます。わーい。なんかね、毎回わかんなくなっちゃう年齢が、うん、なんか早生まれなんですけど、どっちなんだろうっていつもなっちゃって、多分34歳だと思います。頑張っていきたいと思います。最近ちょっと思うことをなんか話したいなと思ってて、社会との、まあ、折り合いのつけ方というか、すごく悩んでる人が結構多いみたいで、まあ、今本当激動の時代なので、私に限らずみんなすごい変化を感じてると思うし、ね、本当に目まぐるしい速さでさ変わってるじゃない。私も1ヶ月で生まれ変わるようなことがどん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 起きてきて、で去年の自分と、もう年越しした自分と、なんかクリスマスの時とね、今の自分ともう違うと思うのよ、なんか感じが。でそれぐらいこう早くビッグチェンジがどんどん起きてると思うんだけど、今ってさ、前の動画でも話したかもしれないんだけど、まあ、この時代を生きる私たちにみたいな、なんか動画撮ってる気がするんだけど、本当に早いじゃないですか。で例えばさ、おじいちゃんとかおばあちゃんの世代より前とかだと何百年も変わらなかったことがあって、例えば江戸時代が400年続いたってことは、400年ほとんどめちゃくちゃ大きい変化はなかったわけじゃん、自分たちの思想とかに。もちろんそのちょっとずつは変わってると思うし、比じゃないぐらいのさ変化が起きてるわけじゃない。でそれが本当に100年単位とかで起きてるわけじゃなくて、意識が、まあ、その本当に上昇してる、上昇期にぐわって乗ってるタイミングだからこそ変わるのが早いんだけど、今自分の世代と親の世代だけでもさ180度ぐらい違うことっていっぱいあるじゃない。いっぱいあります。それが結構きついんだろうなって思ったの、うん、要は、ゆっくり時間をかけて変わってきていたら、親も理解してくれるし、自分の子供に対してもなんか、なんだろう、柔軟にいけると思うんだけど、親で全然変わってる、親世代と自分の世代で全く変わってる。で10年例えば開くだけでまた全然違ったりするじゃん。で例えば私が子供を産んで、子供ができたらまたその世代と全然違うわけよね。それぐらいの、自分とお母さんが話が合わない、自分と子供も話合わないぐらいに当たり前になるぐらいなわけよ。そういう変化の時期に生きてると思ってるのね。その時にやっぱりすごくきついのは、変化がすごく早くて、早いんだけれど、自分の親が理解してくれない。自分の親が旧世代的な感じだと、まあ、例えば正社員になりなさいとか、ちゃんと働きなさいとか、まあ、なんかいろんなこと言われるよね、うん、っていうことを言われて、そこに対して、いやそれでも私こうしたいのって言わないといけないわけよね、私たちって時代としては。そこにイエスって言っちゃうと、だからしんどいだけだと思うのよ。もう適用できない、少し前の世代の当たり前が全然私の世代には通用しないと思ってるから、愛だけ受け取って感謝して、自分決めるのは自分ってずっとしてきたから今の形になってるんだけど、そしてそれが多分私の次の子供の世代とかにも起きてくると思うのね。私が経験したことが全然、なんていうの、うん、何言ってんのお母さんって言われるようなことが全然起きてきてもおかしくないと思っていて、だからアドバイスが、もう具体的なアドバイスがほとんどできないと思うのよ。なんかこう、なんだろう、お金の使い方とか発信の仕方とかアドバイス絶対できないと思うわけ。だってさ、私が今、ビジネスしだした時って、 Facebook がすごい流行ってて、ブログとかも流行ってたの。もうあんまりブログ書いてる人とか、 Facebook ブームみたいなのってないくない？どんどん変化したよ ね。なんかちょっともうインスタグラムもさ、うん、どうなのって感じな、ツイッターも終わるのかなみたいな、 TikTok がどうのみたいな、でその次の、もうそういうものが一回ちょっと収束期に入ってきてて、また新しいのがさ、メタバース的なのがバーって出てくる時代にいるわけじゃん。だから結局私がの成功体験を子供には移せないわけ で、もうちょっと前だと、例えば東大に入ったとか慶応に入ったとか早稲田に入ったらいいよみたいなで、大手企業に行ったらすごいみたいなことはさ、ちょっと前の世代までは通用したと思うんだよ、うんうんうん、それが今はさ、もう
無理じゃない？ そこに行ったって安定できるわけ全然ない感じになってきてて、終身雇用制度もほぼもう崩壊してるわ、崩壊していくわけじゃん、なくなっていくわけだよね。なのに会社、正社員で就職しなさいって言われてアドバイスを受け取ったとしても、うん、何の役にも立たないわけよ。年金になってもらえないわけし、うん、ってことはもう具体的に将来こうしなさいとか、ああしといた方がいいよっていう前の時代のアドバイスは何にも なんか何言ってるのかなって私からすると なっちゃうわけよね。もう全然時代変わってるよって思うわけよ。でそれが例えば、ビジネスにおけとか進路だったらそういうことになるわけだし、あと何ていうのかな、結婚制度に関することとか、パーソナルな人間関係の付き合い方とか、なんかセクシャリティの話とか、まあ、いろんな今性の人がたくさん出てきているわけだし、結婚するかしないかっていうのはとっても自由になってるわけじゃない。でそんなに自由だけど、例えば私がそのじゃあ大学に行かないとかさ、なんだろう、終身雇用の会社に行くってことを信じなかったとしても、その度にさ自分がどう生きたいかってことを問われるわけじゃない。私はどうしたいか、私はどうしたいか、本当に今自由になってる時にお母さんとか社会的な古い概念じゃなくて、本当に新しく私の望み、魂の望みは何かっていうところにしかもう正解がなくなってきてるわけじゃない。そこにしか問えない。なぜならいろんな選択肢の人がいるから。私の正解とか私の答えは私の意見でしかないわけで、そういうインフルエンサーいっぱいいるわけじゃん。みんな違うこと言ってて、それはその人の正解でしかないから、みんなが自分のさ正解を自分のに 問うというか問い続けていかないといけないわけじゃない。ってなった時に、例えばじゃあ結婚制度に対してどうしようとか、もうなんか名字変えたくないとか、いろんなことがあったとしても、なんかやっぱさ年末年始実家帰るじゃない。その時すごい感じたんだよね。なんかやっぱり子供を産んでほしいとか、お嫁に行くのとかさ、お墓どうするの問題とか、戸籍がどうのっていう話、全然システムがもう古いままだから、うんうんうん、私たちのマインドセットが新しかったとしても制度がついてきてないのよ。それも私たちの特殊な時代なわけ。自分の子供の世代なら多分そこもちゃんとマッチしてくるから、もっと生きやすいと思ってるの。多分その夫婦別姓なりそういうこともできてきて、自分たちのマインドセットと法律もちゃんと一緒にセットに新しくリニューアルしていくってことが、まあ、なってるといいなと思うんだけど、そうなってきたら すごい暮らしやすいじゃん、うん、なんか意識とその制度とかそういった仕組みがあって、まだ今こうちぐはぐ、そう全然ついてきてないからきついんだなってすごく思うから、でそれがなんていうの、きついから世知辛いとかっていうよりも、そういう時代で今そこが本当に過渡期っていうか、そういうすごくカオスな時代 に生きてるってことを分かってるか分かってないかで何かこう違う気がするの。もう私の子供の世代の時にはきっと楽になってるだろうなとかと思うだけで、30年後50年後とか分かんないけど、自分のね子供が結婚しようとしてる時にはきっと楽になってるだろうって思うだけで、なんかちょっと気持ちが変わるじゃん。そこがもう点で今自分の世界と自分の時代だけになると、ああもう日本住みづらい、もう生きてるのつらい、終わりみたいになっちゃうと思うんだけど、うん、そういう大転換期を超えていってる私たちがで、そこで踏ん張ることで次の世代がまたあるから、今はそういうところとこうなんていうのかな、行ったり来たりしながらどうしていくかっていう選択が、まあ、迫られてる時だと思うんだよね。だから大変だと思うなんかこういうさ YouTube とか見てるとさ、すごい新しい生き方みたいな、ひとみちゃん自由でいいなって思ってくれてさ、なんかこう年末年始親戚に会ったりさ、実家帰ってきたらさ、うん、全然違う、引っ張られたりとかすると思うの。うんうん、で私も全然そういうことがないわけじゃなくて、うん、まあ、引っ張られるっていうか、あのなんていうのか、全然違う感覚で生きてるっていうことは、うん、同じぐらいの年齢の人でもね全然いるわけじゃん。なんかひとみちゃんお嫁行かないの、貯金ちゃんとしてるのみたいな、どうするのお仕事みたいな、いろんな意識の人がいっぱい今いっぱいいるから、でもそこにまあその揺らぐことが悪いわけじゃなくて、そういう時代だなって思うだけで楽じゃない。ちょっとすごい楽になれるね、うんうん、ぐちゃぐちゃな時代だなみたいな、うんうん、あそれでもそこで生きてきたかったんだなって思うだけで、ちょっとなんかこう地球を観察するというか視点に立てるかなっていう気がして、
はい、お話しました。まあ実家に帰ったり、うん、その昔のお友達と会った時にこう、うん、そのギャップみたいなものを感じても、うん、あでもそれを知っていれば、うんうん、今ね、お話ししてれば、うんうん、あ自分はこうしたいんだ、うんうん、いいんだっていうふうに、うんうん、そうだね、思える、うんうん、確かに昔の友達とかあるよね昔の職場の人とかね、なんかきっとあるよね、そういうのもやっとするところが、うんうんうん、もう全然なんかそこにたくさんお友達はたくさんできるし、素敵な人っていっぱい人間いっぱいいるから自分でチョイスして、そこもなんか付き合わなきゃいけないとかでもなく、うん、私はどういう人とどういう人生を歩みたいかってことを、うん、本当にチョイスしていい、いいよね、うん、なのでいつでも何かをさせられる側というよりも、こう自分で作る側になるといいよね。あの宮崎駿だったかな、消費者にならずに生産者に なろうみたいな、ずっと消費者でいるなっていうことを、ね、なんか昔本で読んだんだけどすごく残ってて、そうそう、あなんかこう漠然と分かるような分かんないような感じだったんだけど、学生の時だったから今はすごくよく分かるなと思ってて、ということでちょっとこうあきつかったな、正月きつかったなとか、楽しかった人も いっぱいいると思うし、なんかこう思い合った人も いるかもしれないので、なんかそんなところでちょっとあそうだな、面白かったなって思えばいいかなとか、うん、それを機にあじゃあ私もっとあの今のなんか心許して話せる友達がすごく大事に思えたりすると思うし、うん、ただやっぱ古い思考をチョイスするっていうのはもう、難しいと思います。先がなくなってくるかなとは思う、うんうん、いろいろねアドバイスを受けて、なんかわかんない、就職しなさいとか、まあ就職が悪いわけでは全然ないんだけど、どういう会社かによるし、でもなんかこう古い観念でのアドバイスを聞いてもそこに何かしら新しい光が見えてくるとは思えないかな、ほとんどの場合ね、うん、だからもう一回言うけど、愛だけ受け取って感謝して自分で選択して前に進むっていうのが、うん、いいかなと思います。はい。34歳頑張ります。先生術だと33からスタートらしいので、お大器晩成なんで今までずっと寝てたらしいよ、32歳まで。ほぼなかったみたいな。33ぐらい起きて、40とか50で頂点みたいに言われたかな。まあ、10年後ぐらいですよ、私。なんで、まだ始まったばっかりなんで、まだ序章の1年、2年なんで、これから、はい、楽しくなるかなと思うので、皆さんお付き合いください。一緒にこう、いろんなジャーニーがね、できたらいいよね。うん、思います。はい、ありがとうございました。またね、配信します。バイバーイ。